佐藤さん、はい、この今生きる資本論、やっぱり相変わらず売れてますか？おかげさまで、売れてます。ありがとうございます。この間もお聞きしたいんですけれども、佐藤さんはこの今生きる資本論で、何を世の中に訴えようとしたんですか？資本主義っていうのは、うん、一言で言うと、労働力っていうものが商品化されてると。労働力の商品化。どういうことかっていうと、はい、コンビニで時給800円で働く人っていうのは、うん、コンビニは絶対それ以上儲かってるんです。そうじゃなければ、うん、雇う必要ないですから、その差がこう搾取ってわけですね。搾取ね。はい、搾取悪いことじゃないんです、うん。この搾取が価値の源泉なんですね。うん、ところが、資本主義っていうのをほっとくと、少しでも搾取を増やしていくっていう形で、ぎゅうぎゅうと人間から絞り取っていくんで、最後は人間自体を絞り尽くしちゃうっていうような状態になると。収奪になるわけですか。収奪に近くなってくるかもしれませんね。収、奪っていうのは、有楽町の駅前のとこで、おい、おっさんって。テレビよく出てるなって、金回りいいんじゃねえかって、俺にちょっと出せって。うん、こういうふうに言うと、こっちは収奪ですよね。後ろに暴力があって何か取ってるっていう。搾取っていうのは違法なことじゃないんです。うん、合意の上で働いてるわけですから。うん、ですから、資本主義は約束の上で OK。お互いの合意だからっていう中に、搾取が入って、階級差ができちゃうっていう。それをマルクスは、資本論で初めて気がついたわけですね。それまでの人は気づかなかったわけですよ。だから、その意味で、マルクスの資本論は、社会主義社会が素晴らしいよっていうことについては、あんまり書いてなくて、資本主義っていうのはどういうふうになるのかと。だから、なんていうと、儲けの秘訣の本としても読めるんですよね。儲けの秘訣か。要するに、若い資本家に向けて、金儲けはこうやってやるんですっていう、こういうような形での教え方にもなってるんですよ。資本論が儲けの秘訣を教える本だって、なるほど。我々の共通の、知人である、竹中平蔵さん。竹中平蔵、はい。あの人はマルクス経済学よくわかってますよ。彼の書いてるもんで。うん、それだから彼は、パソナみたく、人間の労働のところから、きちんと価値を生み出すところにいるじゃないですか。うん、パソナって知ってますか？はい。派遣労働者の大きな会社ね。それで彼はあんまり FX とか、あるいは軍事産業とか好きじゃないでしょ。ほう。原発も反対なんですよね。原発に対しても、彼は、博士論文の中でも、平和の配当っていうことを強調して、平和の配当、はい、経済の軍事化をやめるべきだっていうのは、実は彼が博士論文書いた時からすごく強い主張なんですよね。意外とこの、竹中さんの平和主義的な側面ってみんな注目しないんですからね。面白いと思うんです。なるほど。ねえ、まあ、それで、それにもかかわらずね、マルクスの資本論出てきたんだけど、なんで資本主義の社会じゃなくて社会主義の社会がさっき潰れちゃったんですか？それは社会主義の社会っていうものは、あまりにも単純にこの後進国のロシアで起きちゃいましたからね。ロシア生産力があまりにも低かった、誰も肉なんて食べたことないわけ、普通の農民は肉は自分たちは作ってるんだけども、そうすると生産力を上げて1週間にスープに3回ぐらい肉が入ってればこれで幸せだと、そういうような感じでとにかく生産力を上げると、さあ働こうと、それで生産力がさえ上がればいいんだっていう感じになってきたら、なんかわけのわかんないようなことになっちゃったと。資本主義社会の方の消費者主権の方が実は生産力上がっちゃったと。なるほど。生産力競争だったら負けちゃったわけなんですよ。負けちゃった、例えば私はソ連末期にモスクワにいましたけどね、アイスクリームって基本的に3種類しかないんですよ。3種類？はい。ほう。あ、条件は3種類があるんですか？カップに入ったアイスクリームと、はい、モナカみたいなカップに入ったアイスクリームと、チョコレートをかけたスティックのアイスクリーム。なるほど。どれも美味しいんですよ。乳脂肪も十何パーセントもあって。ところが西側から31とかアイスクリームが入ってくるでしょ、そしたら子供は31種類のアイスクリームを食べたいというわけなんですよ。こういう欲望に破れちゃったわけです。だから社会主義は最低限必要なものはたくさんあったんですけどね。だからどうもその辺は、例えば街歩いてても女性がみんな同じコート着てるんですよ。それは計画計算経済で今年売り出したコートは1種類しかないと。なるほど。あ、そうか。そういうサービスをする必要ないわけだ、お客さんにね。だってお店に行くでしょ、ありがとうございましたとお客さんが言うんですよ、ロシア語では。へえ、あ、そうですか。それで店員の方がどういたしまして、こういうふうに言うと、だから売っていただいてありがとうございますっていう、こういう感じの国だったんですよ。それはね、
死に行ってるのある幹部がね、はい、中国で、あれ、宝山製鉄所でしたっけ、はい、あれが死に行ったやつが相当協力して作るんですね。その時行って、その宝山の製鉄所を作る時に困ったと。まずね、競争っていう原理がないと。それからもう一つサービスっていう、お客さんに対するサービスっていう原理がない。だから向こうは競争じゃなくてノルマなんですね。はい。そうするとノルマだと、例えばね、うん、ソビエト時代は小麦の量がすごく多く計算されるんです、うん、それどうしてかって言ったら乾く前で測っちゃうんですよ、うん、ノルマ達成で。なるほど。資本主義になってから徹底的に乾かしてから測るわけです、うん、これ税金かかるんで。なるほど。だからそういう違いですよね。なるほど。そうすると結構ね2割ぐらい違うんですよ、うん。